今回はアクアシューターズ、9月に新発売された第3弾の開封と組み立てです。今映っているものは、前回の第2弾の映像です。そちらも6月にアップしているのでぜひご視聴ください。そして今回購入したのがこちら、バンダイガシャポン、アクアシューターズ、03、前後種、500円です。今回のオプションセットは、武器や防具ではなく、学生用通学グッズのようです。今回もコンプリートセットを買いました。すべて完成させるのには時間がかかるので、まず1つのキャラとオプションセットを作りました。1人だけルーズソックスを履いている、真ん中の子を作りました。完成したのがこちら。第3弾のキャラはみんな半袖になっています。ヘアリボンが別パーツで取り付けられます。第1弾は顔と髪以外は全て同じ。第2弾は胸のサイズが異なる。第3弾はさらに制服のリボンに差があるようです。武器はかなり水鉄砲感が強くなっていますね。個体差なのか、靴がスボスボです。とても小さいフィギュアですので、硬かったり緩かったり作るのが苦労することは多いです。それではオプションパーツも取り付けていきます。オプションパーツはこれで500円です。ガチャガチャする人は注意が必要です。わら。オプションパーツをすべて取り付けました。ヘッドホン、リュックサック、スクールバッグ、シュシュニコ、腰巻きカーディガン、で全てになります。第2弾のオプションを付けたキャラと比べてみます。第2弾は、本格的な武装とどでかいバズーカだったので、空気感が180度違いますね、わら。ということで、アクアシューターズの第3弾でした。セーラー服バージョンで第4弾も出るようです。また次回もよろしくお願いします。